はい、皆さん、こんにちは。バンチャンネルです。このチャンネルでは、私、バンチャンネル日曜、皆さんと一緒に共有します。最後までお楽しみください。というわけでですね、前回、前々回の扇風機を注意で直す動画、たくさんの方、ご覧いただき、本当にありがとうございます。コメントもいろいろいただいておりまして、YouTuber としては非常に嬉しい結果となっておりますが、その注意で直りました、こちらの愛する扇風機なんですけど、ちょっと電源を入れてみましょうか。はい、こっちに。とね、ご覧の通り回転がですね、少しやっぱ弱くなってきたんですよね。コメントいただいた方の中でですね、クレ556のようなさらっとした油じゃなくて、もうちょっとこうぬえっとしたグリスがいいんじゃないかみたいな方がいました。まあ、その方もね、最初はクレ556で治ったんですけど、なんかどうも時間が経つとこのように回転しなくなったということですね。で、今ね、一番弱い出力なんですけど、これをですね、ちょっと強くしていますね。するとですね、はい、強にすると、こんな感じで回るようになりますね。はい、ただ、また、弱にすると同じようにですね、回転が弱くなって、最悪の場合止まってしまうというような状況ですね。まあ、これ要するにもう中心軸のな油がですね、固まってしまって、やっぱね、しばらく使わないと、僕ね、2週間キャンプで外出してたんで、やっぱその後の使用なんで、こんな感じでですね、さらっとした油ではですね、やっぱ定期的に、まあ、油をさすか、もしくはもう毎日ちょっとずつでもいいから回し続けないと、中心軸の油が固まってしまうみたいですね。というわけでね、ちょっと今日はですね、まあ、何回も同じ内容で申し訳ないんですけど、またこの扇風機を、まあ、軽く分解して、クレ556をちょっと注入しようかなということでですね、一部始終皆さんと共有したいと思います。それではちょっとまずはこちらを分解したいと思います。はい、というわけでね、今ね、蓋を外しましたけど、なんとですね、ちょっとびっくりすることに、わかるかな、これ。めちゃくちゃほこり溜まってるんですよね、この辺りとか。はい、これ見てください、これ。めちゃくちゃほこり溜まっておりました。シューって感じで、ほら、筋が できてしまっております。カバーの方もね、まあまあ、ほら、ちょっとこれ見て、わかりますかね。めちゃくちゃほこりが 溜まっておりました。ちょっととりあえず、まずはこれを、こんな感じ、もう簡単に拭きますね。やっぱりね、カバーとか、これ、汚れるんだなって感じですね。皆さんもよかったら、まあ、まだね、夏も後半戦、残暑残っておりますんで、はい、ちょっと羽とかケースのほこりを取ってあげてください。まあ、これでもね、全然長持ち度が違うと思いますんで、はい、じゃあちょっとしばらく掃除したいと思います。はい、ちなみにですね、まあ、これももう今更言うことではないんですけど、扇風機の羽を締めてるこのネジなんですけど、これ扇風機って基本的にこう右回りなんですよね、こうやってね、まあ、時計回りっていうか。はい、でね、時計回りに回るということは、逆にこっちも時計回りに締めるとですね、回るたびにね、ネジが緩んでしまうんで、ネジのね、なんていうんですか、あれが逆なんですよね。だから、このネジを緩めるときは、右回しなんですよね。まあ、これ、今更言うなよって話なんですけど、はい。なんで、右回しにネジを回してあげてください。一応ね、分かりやすいように、ここに、書いてますよね。クローズと、あとは、緩む、締まるとかね、書かれております。で、まあ、間違えることはないと思います。はい、じゃあちょっとこれもね、裏側もだいぶ、うわー、すごいな、これ見たくなかったな、この辺りは。はい、じゃあこれも雑巾できれいにしたいと思います。うわ、めっちゃ溜まってる。羽もね、表面についてたほこりの筋もなくなりましたね。あ、こういう角のほこりってなかなか取れないんで、まあ、本当はね、水洗いした方がいいんですけど、まあ、今回はね、また、どうせまた近いうちに掃除するんで、もうこのまま、雑巾で拭いただけにするんですけど、僕ね、あんまり皆さん、こういうね、細かいほこりって多分つかないと思うんですよね。なんでこれ、この部屋の扇風機こんなについてるんかなと思ったらですね、実はね、こいつのせいやったんですよね。これ分かります？まあ、バーベキューでね、使う、まあ、端材なんですけど、これをね、僕この部屋でノコギリで切ったりしてるんで、結構ね、粉が舞い散るんですよ。それで、おそらくその粉がこの扇風機のこの部分に張り付いたんではないかなと
予想しておりますんで、まあ、皆さんもしね部屋で気を切る方がいたらね、あんまりいないと思うんですけど、こういうあの細かい血も飛んでますんでね、まあ、これやっぱりあの喉に悪かったりするんで、ちょっと注意しておいた方がいいかなと思います、はい、ではね、こちらをちょっと今から外す、まあ、今日はね目的は油を刺すことなんですけど、先ほどね羽を押さえてたこのネジはですね、逆回しと申し上げましたけど、こっちのですね、まあ、この扇風機の一番後ろ側のこのカバーを、裏カバーをですね、あの支えてるネジはですね、普通にあの左回しで緩めます。これはね普通に右締める左緩めるといったね、まあ、当たり前ですけどね、構造上そうなっております。はい、こっちもちょっとホコリチャンネルみたいになってますけど、これもちょっと、はい、これ雑巾ってこれ、はい、雑巾でこうやったら綺麗になります。これもちょっと、雑巾で拭きたいと思います。はい、ではですね、ここに油を差し込んでいきたいと思うんですけど、ちょっとね念のためですね、はい、電源切っときます。はい、これでね動かないですね。はい、でね、このまま差し込んでもいいんですけど、それだとですね、ちょっとあのこっち周りの方にね油が垂れてしまうので、ちょっとこれをね、はい、仰向けにします。仰向けにすればねいい感じで本体と中心軸の間に油が入ります。それじゃあちょっと主役のあの人に登場願いましょうか。というわけでね、今日もクレ CRC ですね、クレ556の CRC、まあ、いわゆるちょっとさらっとした油を使います。まあ、用途はねいろいろ書いてるんですけど、ここに扇風機のことも書いておいてほしいなと思っております。じゃあちょっと刺していきましょうか。でまあね、刺し方はもう前回前々回でご紹介しましたね、特段ご説明することはないんですけど、はい、このね本体と中心軸の間のねこの隙間にですね、こいつを噴射します。こんな感じですね。あんまりやりすぎるとね周りにちょっと行ってしまうんで、まあほどほどにしておきましょう。でね、これがねもし完全にもうカチカチに固まってる方の場合はですね、3、4回ぐらい刺した方がいいと思いますけど、まあ僕の場合はですねちょっと回転が悪くなってるぐらいなんで、まあこれぐらいでいいと思います。さあどうなってるかな、ちょっと、はい、おいい感じで回るようになりましたね。でガチガチに固まってる方の場合はちょっとこのままの状態でですね 2,3 時間ぐらい置いといて、固まってる油を溶かしてからですね組み立てた方がいいと思います。はい、僕の場合はねもうこれで十分回ると思いますので、お抵抗が全然なくなりましたね。やっぱり556凄まじいですね。他の油でもいいんですけどね。でまあここでね本当はもうちょっとこう粘性の強い油を入れた方がいいんじゃないかなっていう方もいてました。はい、ただね皆さんのお家に、多分多くのお家にあるのがねこいつやということで、今回はクレ556を使わせていただきました。また再生画面の説明欄に犯罪者のリンク貼っておきますので、興味のある方はこれチェックしてみてほしいなと思います。じゃあね、また組み立てていきたいと思います。はい、で組み立ててる最中なんです。まあこれもね特に申し上げるつもりないんですけど、この中心軸についてるこのポッチがこれ左右で2つあるんですけど、これとですね羽をですねしっかりと固定させてくださいね。羽のですね、裏側にこんな感じで隙間というかボコッとしたのへっこみがあるんですけど、これとですね、軸の出っ張りをですね合わせる必要がございます。まあこれも別に特に言うことはないんですけど、はい、合わせるとですねしっかりと羽と中心軸が、固定されるようになります。じゃあね、ここに締め方がね逆になるネジを、逆ですね、左回りですね、左回しで締めましょう。これしっかり締めておいてくださいね。これしっかり締めると緩んでしまう場合があるんで、はい、そして最後に、きれいに掃除したカバーを装着させます。はい、では最後に、電源を入れまして、押せば、はい、ご覧のようにね、弱でも、これ今弱ですね、はい、弱ですよね、弱でも問題なくスムーズに扇風機を回すことができました。